シーズンオフにいた見てもらいます。あ、どう。あのバートンの、はい、あの三本か今年あのカスタム X 買って、はいはい、でまだ何もやってないんですけど、はいはい、あとあのファミリーツリーのフライトアテンダントと、はいはい、あとスキップジャック。うん、あのね、あのね、あのね、あのもう覚えてるんだけど、あのカスタム X はね、もう僕毎回思っ、あの昔もバートンのうちでディーラーやったんですよ。でボードだけはもう十何年入れなかったんですよ。でバートンからなんでですかとって言ったら、いや一番加工しにくい板ですって。うん、なんかそれよく、うん、たまにチューンナップだって言われますね。へー、また来たわみたいな。そうそうそう。でそのコンセプトが分かんないんですよ。乗りやすい板なのかっていうことは僕も分からないんだけど、そのボードやもんであんだけ広いんで難しいのは確かなんですよ。フラットなんかほとんど無理やし、だけどもうちょっとこう気使ってほしいなっていう部分があって、あのこうコンケーブになってるのよ、こうやって板がほぼ。例えばこれがボードとした場合に、これボードの滑走面がこうある場合に、これが表面ね、こうなってるってこと。そうすると当然やけど、まっすぐはいいかもしれんけど、こうスキッティングってこうずらそうとした場合に、板がどうしてもここがエッジが立ってれば引っかかっちゃうんですよ。でここでこういうことやから、ガッガッガッて、だからフラットが欲しいわけですよ。でフラットであれば、滑走面がフラットであれば、あとエッジの部分を多少こう落とすって、こうビベルって言うんだけど、こう斜めに入れるんですよ。でこういうふうに角度をつけるんですよ。そうすると滑走面ビベルビベルって入れれば、傾けた時にスキーでもボードでも傾けた時に入るじゃないですか。でもそれまではどういうふうでもいけるんですよ、打ってた時に入る。それをあのやりたいのに、なかなかこう引っかかっちゃうっていう板が多いから、バートンがか、あのね、昔はレベル高かったんだけど、それ、真ん中辺 そのシグネーチャーとかカスタム X じゃなくて、下の方のモデルだったかな、あった、もうしばらく扱ってないから分かんないけど、あのその辺があのまだ安い板の方が調子いいんですよ。いや本当にあの5、6万とか6、7万の板の方がフラット出やすいですよね。でなんでこのコンセプトなのっていうことが俺が分かんなくて、説明つけてくれるなら俺はそれなりに考えるけど、で例えばこうやってあなたが乗ってしまったらピタッとまっすぐになるって言うんだったら、あ、まあしょうがないわねって言った話になるやん。でもストラクチャーが入らないよね、ここしか入らへん、設置しないと、ま、設置しないからマークが入らへんっていう、これもおかしいわなって言って、そういう極端に違いますか、なってることが多い。だからカスタム X はもうずっと何年もっていう。でそう、あとシグネチャーモデル、その先週の板とかって、昔だったらショーンホワイトとか、あの辺の板もそうやったけど、あのもう、いや、じゃああの人たちの板はどうやって作ってるのって、フラットいらないって言ってるのかなと思って、スキーでもそうやし、やっぱりこういう板っていうのは引っかかるわけですよ、当然。もう本当にこうやって、ね、ええもうだってもうのレールターンしかできなくなっちゃうもん。でこれができないっていうのは急斜面は危ないですよね。スキッティングができないと、こうやって入ってくから、こうやってずらしながら入ってくるじゃないですか。だからそれをがあったんですよ。だからあの逆に今度は日本のやばい、だからいや俺ね、チューナップ多分ね、お金出してもいいけど、多分まともにならないと思うんです。あの今年バートンをあなた以外で他もやったんだけど、これねってもう全く変わってねえよねって言いながらやってた俺。だからうちの、大竹にもストラクチャーまで入れれんって言って、もうサンディングだけで終わらせてっていう、まあ、パターンが多い、であの電話して断る場合もあるし、あのこれちょっと難しいですとりあえず、持ってくれれば持ってきますね。やめてよ。まあ、ダメなら全然。そうだよ、そうだよね。意地でもやってくれなんて絶対。いや、そうしたら多分ね、ボード壊れちゃう。こんな状態だよっていうのは知れれば、手作りでなんかまた違うかもしれない。一回それ言われて、もう壊れてもいいんで、腹綿出てもいいんでやってくださいって言った人がいて、あとそれ古いやつで、腹綿出てもいい。
で裏が出てもいいのって言ったらさ、いいんでって言って、いやそこまでやらないけど、じゃあギリギリのところまでやるわって言って行って、まあそれは新品じゃなかったんで、粗めのペーパー持ってきて、もうバッサバサになるペーパー持ってギャーンと火花がブワーッと火花がして、お焼けちゃうなこれ滑走面って言いながら、で水を全部垂れ流しに水を流してギャーンギャーンギャーンってやってたら、そのやっぱり均一にはこう削れていかないので、このショベル部分なんか最初から薄いのよ。だからもう途中からショベル部分をやらないで、もうこうやってショベル部分をこう上げといて、でギーンとこの部分だけ削って、この部分だけを削って削って削ってやって、ほんだらだんだんボンドが出てきちゃって、要は滑走面っていうのは PTEX ってよく言うんだけど、その PTEX 社が出しているものをほとんどみんな買ってるのよ。あのその今のプラスチックみたいなやつを、それが 1.5 とか2ミリぐらいで貼ってあるのよ。でそう厚さが、でそれを接着してあって、で中にはグラスウールかなんかこう貼ってあるのね。その上にこう貼ってあるわけよ。でそれがそれのボンドが出てくるのよ。やべえこれって、だん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 こうだからこういうふうに薄くなってくるわけじゃん。こうやってこうなってるから、でほんとは今度は隙間出てくるのよ。だからもうそこでやめといて、ほんとはそれでもこのぐらいフラッこのぐらいまであとここ穴開いてるって、これ無理やわって。だからこういうことですよ。これ全然違うじゃん。まあいい方向にいってるな。うん。火っていう字みたいになって。まあこれでもまあ一応フラットに近いからまだいいかなみたいな。書いてみてみようかな。置いた方がいい。あ、置いてみてほしいですね。で、そうワックス塗ってなかったら、フラットの棒みたいなものがあったら、金属みたいなものがあったら、あの定規でもいい。こうやって当ててみると、真ん中が開くからこうやって。まあ、確かに見てもらう。一緒に見れば。そうそう。っていうこと。だからまあ、今その、まあね、バートのうちはもうずっと、その、まあ去年ぐらいからやめちゃったんやけど、ブーツも、とビンディングだけは僕欲しかったんですよ。で、それを認めてるんですよ。認めてるっていうのは、やっぱりその、でもそれやっぱり、ね、バートンとの契約はもうブーツとビンディングだけはもう買ってたんですね、ずっと。でそれでまあイントラの子たちがやっぱ欲しがってた子が多かったんで、まあそれもあってバードとは付き合いがあったんですけど、しばらくボードはもう十何年買ってなかったですね。なのでカスタム X はいいって僕思うんですよ。バネもあって、でも相当硬いよね。一応知ってんだよ。あカスタム、カスタムが一番いいバードの中で真ん中辺なのよ。あと下の方のモデルがあって、この真ん中辺が一番出てる。で、あと下の方のモデルもいい。だから下の X じゃないですか。 X じゃないですか。ちょい上いっちゃった X はだってもうだって飛んでるもん。もうこっちの方だもん。あとその間に真ん中あるのよ、いろいろ。だからまあでも本当にいい板だと思うけど、どっちかっていうとあれが面白い。バートンと対抗するメーカーでいうと、バートンってアメリカじゃん。ちょっとヨーロッパの方なんやけど、ファナテックは面白い。あれはね、できてる。人間できたんじゃなくてボードができてる。で今うち選手が一人いるんやけど、ファナテック買ったじゃんお前覚えてねえだろ。一人ね、上手な子、中学の先生やってる子、あのね名前はね、松永君って言って、全国大会まで出てくる人やけど、基礎系で、ここら辺、あ、いや小牧の方やけど、それ中学校の先生やりながら、数学の先生やりながら、年は35、6かな。そう変わらない。いやめっちゃうまいよ、松永ちゃん。そうキャンプやってくださいよ、うまい人の。めんどいやん。もうゲレンデも行きたくないでしょ俺。昨日御嶽行ってきました。御嶽行ってました。やるな。あ、行きました行きました行きました。あれなんかスクールやってましたもん。あ、スクール入ってます。スクール入ってました、はい、スクールなんか3人ぐらいプロが来てて。あ、そうあ、で教えてたんですか。あ、僕習ってました。あ、習ってた方。はいはいはい。なんか、でもみんな生徒さん、ちっちゃい子もあったけどうまいんです、ね、みんなうまかったっす。そう、はい、これ買ってます。あれだ、サイズ良かったの。26で。あ、26で。あ、ほんと。スキー・スノーボードへの疑問を YouTube で回答します。滑り方で聞きたいこと、道具の選び方で聞きたいこと、
道具のメンテナンス方法で聞きたいこと、体作りで聞きたいことなど、何でもお気軽にどしどしご質問ください。 YouTube のコメント欄にご入力をお願いいたします。随時動画やコメントで回答させていただきます。今後も定期的に動画をアップしていくので、ぜひチャンネル登録を必ずお願いします。